はい、皆さんこんにちは。ドラマードラムインストラクターの山部美希夫です。ちょっとまあパラアイドルを早くやってるやつでちょっと応用してソロをやってみたいと思ったんですけど、なかなかうまくできないですね。先日、公開しました高速パラアイドルのコツっていう動画なんですけども、それのこう今日は今回は実践編ということで、実際どんな感じで他のパラアイドル系のフレーズと絡み合わせてセットで展開するかっていうことをちょっとお話したいと思います。よろしくお願いします。パラアイドルをですね、こんな感じで、高速でやるコツをやりましたね。はい、この他にもパラアイドル系っていっぱいあるわけですね。例えば代表的なもので言えばパラディドルディドル、ライレフライライレフレフですね。ライレフライライレフレフライレフライライレフレフライレフライライレフレフ、左からもですね。これは、右手の動きは例えば、シンバルレガートのスイングのジャズのシンバルレガートの動きと似てるんですけど、こういう回転運動を伴ってこういう動きですかね、はい、という延長で3連打を習得してみてください。そうするとこのようになりますね。これスネアドラムでやりますと左手でもちょっと調整ができなかった、はい、ですね。こういうで、はい、ちょっとセットにこのパラディドルディドルをちょっと展開してみたいと思います。まずはアクセントを、いろいろ振り分けてみます。このようになりますね。もちろんその2打ずつの最初のパーラの部分を、アクセントとしてどっちも使うという手もありますから、こういう風にも展開できますね。これさらにパラ、すみません、ロールですね、ダブルストロークをもう1個くっつけたらパラディドルディドルディドルになります。これはどう考えているべきかというと、いろいろ分け方があってもいいと思いますが、パラディドルプラスディドルディドルなんですね。パラディドルディドルディドル、パラディドルディドルディドルですね、はい、つまりライレフライライレフレフライライ、そしてレフライレフレフライライレフレフですね。ライレフライライレフレフライライレフライレフレフライライレフ、はい、これ5ストロークロールっていうのがありますが、ライライレフレフライレフレフライライレフ、はい、アップストロークのようにディドルを打ってからダウンストロークに持っていくということですね。こっちもそう、アップダウン、あ、ごめんなさい、アップタップダウンか、アップタップダウンですね。アップタップダウン、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 それの後ろにパラディドルがついてるっていうことですね。例えば頭拍からパラディドルディドルディドルやると、裏拍に入れると、いう風になりますね。はい、このような感じで、パラディドルディドルディドルをやってみましょう。はい、もう一つはあんまりこれよく知られてないんですけど、パラパラディドルディドルですね。ライレフライレフライライレフレフです。はい、もしくはレフライレフライレフレフライライ。はい、ライレフライレフライライレフライレフライライレフライレフライレフライライレフ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 ライシングルパレードですね。最初のシングルパレードと絡み合わせてやったりとかします。例えば、パラディドルプラス、シングルパレードですね。シングルパレードプラスパラディドルディドルだと、ちょうどこれは32分音符でやると10個の音になるのかな。ですから、5つ割りなんかのフレーズに使います。
パパ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 パ、こういったフレーズに用いますね。なります。 1 and 2 and 3。 はい、こういった感じです。はい、同じように、例えばシングルパラディドルを2回やって、パラディドルディドルを1回、つまりパラディドルパラディドルパラディドルディドルならば、7つ割りに使います。こんな感じになりますね。ですね。こんな感じになります。はい、あとは例えば移動とかこういうのに加えていくと、さらに展開になるわけですね。例えばチッタトとチッタトと、2打目のアップストロークをタムとかに持っていくと、まあ例えばこういうのが動きの延長だったり、こういう動きの延長で移動が行われる。例えばこういう動きだったら、ですよね、この延長でこう、パラディドルディドルだったらこうこうこうですね。はい、そういったことをまあこうあと出せるようにしていくという練習ですね。はい、バタバタでしたけども、ちょっと何か参考になりましたらよろしくお願いします。では、チャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方よろしくお願いします。